今少し物をも思い知りたもうほどまで見過ごさんとこそは年頃年実るを深きほいも遂げずなりぬべき高知のするに思い催されて思い催されてなん、かの六条のおとどは下にさりとも物心,物心得て後ろやすき方はこよなかりけんを方々に あまたものせられるべき人々を知るべきにもあらずかしとてもかくても人の心からなりのどかに陥って大方の世のためしとも後ろやすき方は並びなくものせられるしとなりらでよろしかるべき人たればかりかはあらん兵部教のみや人柄は目安しかし 同じき筋にてこと人とわきまえおとしむべきにはあらねどあまり痛くなよびよしめくほどにあまり痛くなよびよしめくほどにおもきかたをくれて少しかろびたるおぼえやすすにたらんなおさる人はいとたのもしげなくなんあるまた大納言の阿尊の 家塚さ望むなるさる方にものまめやかなるべきことにはあなれどさすがにいかにぞやさようにおしなべたるきわはなお目覚ましくなんあるべき昔も高揚なる選びには何事も人に異なる覚えあるにことよりてこそありけれただひとえにまたなく持ち人方ばかりを 賢きことに重い定めんは意図を開かず口をしかるべき技になん上門の神の下にわぶるなるよし内の守の神の,ものせられしその人ばかりなんらいなど今少しものめかしきほど,ほどになりなばなどかはとも思い寄りぬべきをまだ年意と若くて無下にかろびたるほどなり高き志深くて やもめにて過ごしつつ、痛く静まり思いあくがあ、思い上がれる景色に、景色人には抜けて、財などもこともなく、ついには世の固めとなるべき人なれば、行く末も頼もしけれど、なおまたこのためにと思い果てんには限りぞあるや、と、よろずにおぼしわずらいたり。 今少しものを思い知りたまごほどまで見過ごさんつまり女三宮がもう少しものの分け合いをご自分でご判断なされるまで。 物を思い知りたもうほどまでご自分の力で物事の分け合いをご判断なさ,れなされるようになるまでみすごさんみすごさんじゃなくてみすごさんですねその程度に、まあ、成長するまで 見て、ててそしし世話をしていこうと。そんなふうには何年この方お思いになっていらっしゃったが心の中で思い続けていらっしゃったがしかしこのままでは 自分の深きほ意をも解けずなりぬべき高知のするに深きほ意というのはかねがね前から心深く思い定めていらしたその出家のことですねこの世を捨てて出家するそのことも解けることができなくなってしまいそうなそんな気持ちがなさるまで。 なさるほどに今おなりになっているそのことに思い催されてなんそのことに気を急がされて思いを促されてでこんなふうに三宮を早く嫁がせようと。 いいうふうふに思い立ったのだ深き彫いも遂げずなりぬべき心地のするに思い催されてなん。そんな思いにせかされて思い立つことになったのだかの六条の弟は下にさりとももの心得て後ろやすき方に方はこよなかりける そんな思いにた、ね、立って考えてみるというと何といってもあの六条のおとど光源氏は真実のの分け合いがよく分かっていて。 前に「ほどほどにつけて人の際具は思いわきまえつつありがたき御恩心ざまに物下も」というふうに委員がこの源氏のことを評価してますね、えー。その同じ考えをここでまた言っているわけです。ものの 心得て、後ろやすき方はこよなかりなんを何といってもあの人が一番であろうものを方々にあまたものせられる人々あちらこちらあの六畳の屋敷にたくさんいらっしゃるあの女の人々 紫の上をはじめとするあの方々に関することを知るべきにもあらずかし我々がはじめから問題にしなければならないこともないと話が決まってみればおのずからそれは解決していくこともあるだろう いうふうに考えていられるわけですね。とてもかくても人の心からなり。何といってもこういうことというものは、当人の、つまり三宮の心持ち一つによることだ。人の心からなり。ご当人の心からの問題だ。 もともと源氏という人はと補っておけばいいですね。のどかに陥いて心がおおらかで落ち着いていて大方の世のためしとも後ろや好き方は並びなくものせられる人なり。 広く、世の中の模範のような風に感じられる大変安心のできる方面において他の人と並ぶことのない優れた点を持っていられる人なんだ。 でよろしかるべき人たればかりかはあらんあの人を差し置いてふさわしい人というのはたれがあろうかそれであ,あとこう自ら名乗っていられるような意思を示していられる人が一人一人こう出てくるわけ一人一人考えていかれるわけです。 教部教の宮、あの人は人柄はまあ目安しかし目安しかしっていうのは最高の褒め言葉ではないんですね、まあ、人お人柄はまあ見てくれがいいなという程度です。同じ筋にいて 京の宮ねえ同じ王子同じ血筋ですから同じ木筋にて同じ血筋の皇族であってこと人と脇前へおとしむべきにはあらねど。 他人扱いすべきではないけれどもあまり痛くなよびよしめくほどにあまりにひどくなよなよとして不流めかしているからしてなよびなよなよ して、よしめく風流めかしているからしておき方遅くれて重厚な面では劣っていて少し軽びたる覚えやすみにたらん少し浮ついた感じが勝ちすぎているようだなお去る人は 意図頼もしげなく難ある。やっぱりああいう人はとても頼もしげな,がない感じがするまた「大納言の阿ン、これは声ポカッと出てくる人です前にそう 東南大納言というふうに出てきましたけれどもほとんど系図の上で系統だって出てこない人です、えー、またあの大納言の阿尊が家塚さ望むなる。 家さっていうのはまあ経史ですけれども身分の高い親王とか三味状の家のこの事務を司るものが家づかさ軽史なんですね。 大言の阿尊であってそしてえ慶、ー、子を望んでいるつまり大納言の身分で慶子、えー、を望んでいるってのはその往生 内親を北の方にもらっての女三宮をの自分の家に客分のようにしていただくちょうどあの左大臣系の左大臣が大宮を自分の屋敷に降下して していただいたような扱いにしたいと思っているわけですね。しかし大納言の身分ではその内親王を北の方にもらうということはできないわけで、それで三宮を客分にいただいて。 そして自分がその三宮のつまりに仕えるまあ事務官ね、えー、三宮のことに関しての事務管理をする役割になろうとする。警視っていうのは後の,の,のあれで言えばあの大名の家の家老みたいなもんですね。だから家老役を引き受けて、えー、実は 実質的には夫のような立場になろうとする。まあそんな結婚の形も一つ当時としては考えられたわけなんでしょうね。それを大名言の阿蘇が望んでいるわけです。また大名言の阿蘇が家づかさ望むなる。啓示の役を望んでいる望むなる。望んでいるそうだが、 伝文の形で言っていられるわけですね。去る方に物まめやかなるべきことにはあなれど、そういう面では着実なことなんだろうけれども、着実な考えであろうけれども、さすがにいかにぞや、それは。 さすがに身分そうでどうかと思われるねさようにおしなべたるきわばなお目覚ましくなんあるべきそんなありふれた階級で いる人に三宮をやるのはやはり世間の人にとって侵害な感じがするだろう昔の例を考えても こういうような場合の人選びには何事も人に異なる覚えあるにことよりてこそありけれる相手の人に格別の覚えその 王女の相手になる人物に格別の名簿があるいうことによって定まったものである。ただ、ひとえにまたなく持ちいん方ばかりを賢きことに思い定めんは糸開かず口を叱るべき技になる ただひたすらにその人をその人つまりその女性をこの上なく大事にしてくれるという点ばかりを重要なこととしてことを思い定めるのは。 体操心の満たされない残念な方法であるだろうつまり他のことに目もくれないで。 その人を大事にしてくれるだろうという、そのことを一つに絞ってことを決めるのは、なんかことが判断の視野が狭くなって、えー、開かず、口を叱るべき技に、なんと、うん。だから、光源氏なんかの場合には、 たくさんの女性がいるわけだけれどもそれはあの気にすることはない問題にはならないここに出てきているような身分の低いものが「自分は軽視になるからいただきたい」というふうなそういう話 何か,かあのそんなことでことを決めるのは開かず悔しかるべき技ということになるだろうと。津田区院の頃には何と言っても源氏が 引き受けてくれればという思いが非常に深いんですね他の人はどうも眼中にない感じ上門の神の下にわぶなるよし内視の神のものせられしその人ばかりなんくらいなど今少し物めかしきほどになりなばなどかはとも思いよりぬべきを まだ年いと若くて無家に軽びたるほどなりここに柏木が出てくるわけです。「上門の神、柏木下門の神、下に和ぶるなるよし」心の中で三宮がどうも他の方のところへ行きそうな感じ。 胸の中で帰還しているようだということが姉さんの内詞の神おぼろづくような内詞の神がものせられしおっしゃった伝えてくれたわけですね。 その人ばかりなん今あの人の程度ならばらいなど今少し物めかしきほどになりなば今右衛門の神三義で右衛門の神であるわけですがもう少し重い程度になったならば。 などかはとも思い寄りぬべきをまあやらないわけでもないとそういう思いにもなりそうだがまだ年も大層若くってむやみに軽々しい程度の位であることだ。 しかし、かここに柏木を出してくるのはすなわち後の三宮と柏木の事件の布石がちゃんと敷かれているわけですね。この頃から柏木は三宮に思いをかけている。下にわぶるなるよしというふうな形で出てくるわけ 胸の中で帰還しているいうふうなことだというふうに出てくるわけです。高き志深くて山めにてすぐしつつ痛く静まり思い上がれる景色に人には抜けて財などもこともなくついには世の固めとなるべき人なれば行く末も頼もしけれど なおまたこのためにと思い果て展には限りぞあるや高き志というのは高貴な人を妻に得たいというそういう望みが深くって自身は独身暮らしを続け続けしていて。 痛く静まり思い上がれる景色体操、心を落ち着けてプライド高くいるその人の気配様子人には人よりはずぬけていて。 ななどももこともなく体を身につけているという点でも難点はなくってまあ新しい形の夕霧がそういうタイプですけれども夕霧とまた違った性格を持っているけれどもこの新しい形の貴族ですね。 源氏や知事の大乗大臣何かの一時代前のもう老年になっている老年になっているって言ったってまだやっと始終になるわけですけれどもとにかく一時代前の大貴族の風格というふうなものとは違った形の 体にも通じているというふうな大貴族が若者たちの貴族社会には出てきているわけですそういう人物でやがては世の固めとなるべき人なれば。 この世の固めの役を務めるはずの人であるからして行く末も頼もしいけれどもしかしまたこのためにと思い果てんにはこの三宮の向こうにというふうに思い定めるのにはなお限りぞ あるや、限度がまだあるようだまあ身分のことがこの場合には理由になっているんですね。とよろずにおぼし患いたりあれこれと思い患っていらっしゃる。 思い迷っていらっしゃる何といっても、うん、柏芸文の神っていうのは将来やはり大きな背負っていかなきゃならない家柄の金たちであるわけですけれどしかしこの須田国の評価など まだまだ及ばないいいうふうふに言っているわけですねやがてその柏木が源氏の妻になった三宮を奪うことになるわけですからこの辺にも小説的な伏線の妙があるわけですね。